はい、どうも皆さんこんばんは。というわけで、私、何を隠そう大の、コーラ好きでございます。でね、今回ねコーラコーラいろいろね、コカ・コーラ、あとペプシコーラ、いろいろありますが、その中でねちょっと気になったペプシコーラからね新商品出ましたので、ちょっと紹介したいと思います。それがこちら。はい、というわけでね、こちらペプシ J コーラというわけで、こうデザインがねこう日本のジャパン&ジョイコーラということで、日本と、まあ、ジョイ喜びですかねのコーラということで、こう波の模様ねなかなかクールでかっこいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、ちょっとこちらのモデルこちらのねコーラ飲んでいきたいと思います。ザブンと爽快 J コーラというわけで、なんか違うのかな、ちょっと飲んでみたいと思います。ではでね、量がねこれ600ってちょっと多いんですよ。ちょっと多い、お得感たっぷり。でも炭酸皆さん要注意ですよ。あ、はい、要注意ね。これちょっと飲みたいと思います。あ、なんかちょっと違うかも。ん？あ、なんだろう。なんかね、ちょっと甘い気がする。え、これ絶対味違う。普通のね、ペプシと絶対味違う、これ。美味しいっすね。なんかねちょっと梅風味な気がするけど、気のせい。え、なんか違うよ味ね、絶対違います。これていうか飲み比べすればよかったね、隣に置いてね。なんかこれ以上飲むとゲップがすごい出そうなんで、ちょっとこのなんかちょっと梅の味する気がする。どうなんだろう、なんかちゃうんかな、違うんかなこれ。はい、というわけで多分ね普通のペプシと味違うと思いますこれね。でコンビニとかで今、多分少し安いのかな、値段も置いてあるかと思いますので、皆さんもねぜひペプシ J コーラ、ペプシジャパンコーラというわけで、皆さんもねぜひ飲んでいただきたいと思います。コンビニで見かけたらお試しください。ではコーラ大好き、私ね、味に関してはちょっと違うんじゃないかという結論に至りましたので、またよければご覧ください。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time。